今回は、タイトル通りだ。戦国時代の浅井氏、この読みは、浅井、なのか、浅井、なのか。うちはずっと、浅井、で通してきたけど、結構多くの人から、浅井、じゃないの、というご指摘を、何回かいただいているわね。これについては、明確で納得していただけるであろう、答えを前々から持っているんだぜ。それも最後に語っていこうと思う。ふーん、あまり期待しないで、適当に聞き流しておくわ。さて、まずは、浅井、か、浅井、か、結論から述べようか。はい、いつものお願いします。ではお言葉に甘えて。全然わかりません。はいはい。で、なんでわからないのか、理由を教えなさいよ。それでは、浅井、読みのソースから入ろうか。結構、浅井、読みにこだわる人、多いわよね。浅井、説が強くなったのは、1996年の大河ドラマ、秀吉、の時代考証。小和田哲男氏が合併する前の、東浅井軍と浅井軍を現地の人が、浅井、と呼んでいることをソースに、交渉で浅井、読みを主張。長政が浅井長政、となり、これが歴史ファンの間でも、かなり定着したってわけだな。え、結構最近のことなのね。浅井、摂氏の補強として、江戸時代に成立した摂養集には、浅井、読みであると、書いてある。お、戦国時代に近い時代の江戸時代に、浅井、読みされていたっていうことが判明。してはいないんだなこれが。え。この摂養集の浅井、読み、誤記である可能性も割と高いんだ。その根拠として、この資料の中では、浅倉、が浅倉、と書かれてしまっている。なるほど。これじゃちょっと、全面的に信用できないわね。さあ、続いて、浅井、の根拠を見てみようか。ここで用いるソースは戦国時代よりはるか前、平安時代の辞書である和名類受賞。ここにはこの読み方は、浅井、読みであると書いてある。また戦国前期の公家、鷲尾高安が記した二水記には、六角氏が浅井氏を攻めた時の記述があり、かなで浅井、と記している。おお、これは浅井、で決まりみたいね。しかしな、これもこれで問題があるんだ。何に問題があるのよ。二水記、なんて特に一時資料でしょ。理由は簡単、この時代はかなに濁点をつけるという、慣習がない。ってことはつまり、これで浅井、読みが確定したとは、全く言えないんだぜ。これじゃわかりようがないわ。浅井、か、浅井、かは、確かに、わからない、というしかないわ。だがな霊夢、もう一つ大事な資料があるんだ。それはかなに濁点をつける慣習がある、江戸時代、しかも初期に書かれたもので。原本はないが、写しが複数残っている、徳勝寺の南部文書、だ。徳勝寺。この寺は他でもない、浅井氏の菩提寺なんだぜ。おうおう、それは期待できるわね。この問題を解決できる、立派な資料があるじゃない？そこには丁寧にこの4つの読み方が、浅井、か、浅井、か、かな文字で表記されているんだぜ。おうおう、これはいける、来てるわ。ではこの文書に書かれた読み方の表記を、ひらがなで表示しようか。はぁ、浅井助政、浅井久政、浅井長政、浅井氏三代。何これ、見事に半々に分かれてるじゃない？ああ、そういうことだ。ちなみにこの文書、手紙を送った徳勝寺自体にも、写しが残っているが、その写しの中では読みはすべて、浅井、だ。しかしこれもはっきり正しいとは言えん。なぜなら文書の中で、浅井氏の本拠である小谷を、小谷、とぶれて表記をしている箇所が、いくつかある。だから全部、浅井、でも、本当に、浅井、と読むかは、はっきりしないってことね。さて、ここまで見ていただいたら、わかってくれたと思うぜ。浅井、か、浅井、か、これは現段階においては、不明としか言えない。そうね。
そして信長解説をする中で尺を取りたくないから、説明カットしたってのはわかるけど、どうして浅井、おうちは選んだわけ？まず理由として、名字、という性質を考えたとき、古い読み方をそのまま用いてる可能性もあるんじゃね。ってことで、平安期の和名類受賞を重視して、浅井を取ったというのと、濁点をつける慣習がないことを承知の上で、書いてあるかなそのまま受け取った方がいいんじゃね。的な軽い気持ちで浅井を採用した。なるほどね。というのが理由の2割ぐらいだ。は、残りの8割は、簡単なことだぞ、ゆっくりムービーメーカーを、開ける環境の人は開いてくれ。ほいほい。そこにこのセリフを打ち込んでくれ。浅井。そりゃそうなるけど。ってまさか。ああ、そうだ。ゆっくりムービーメーカーの単語登録を知らなかった当時のうぷ主は、浅井だと読み方を全部、いちいち直さなきゃいけないんじゃね。となり、浅井を選択したってわけだな。まあ、でもこれは正しい判断だったかもね。ああ、そうなんだ。手間がかかる、面倒だ、などといった理由もあるが、それ以上にうぷ主の事務処理能力が、ゴミかす無能であることを考えるとな。今日までの動画でも誤字や誤読、結構あるから、うすうすわかってる人もいるだろうけどね。そんなうぷ主に、浅井、をいちいち、浅井、に直させてみろ。浅井、と、浅井、が混濁した、わけのわからない感じになりそうね。だったらここは、浅井、読みに全乗っかりして、浅井、を放棄してしまおうという、方針を取ったわけだな。まあ、合理的といえば合理的ね。そしていい加減といえば、いい加減ね。というわけで、浅井、か、浅井、か、はっきりしないという理由の説明と、うちの動画で、浅井、を採用した理由でした。次回もよろしくお願いします。